今回紹介するお店は今年10月7日にオープンしたそばどころ丸岡さんと近くにあるミルクハウスさんです。久しぶりに福井に新しいそば屋さんがオープンしたこともあり、ワクワク気分で来ました。こじんまりした店内は4人掛けのテーブルが4つ、2人掛けのテーブルが5つあります。おろしそばとざるそばのセットを注文。いただきます。丸岡さん原そばを丁寧に石臼引きしたそば、丸岡さんそばは外国産や国産でも品種改良されたものに比べて、身の小さい丸岡さんのそばは逆に言うと身の中の外側の比率が高い品種、つまり旨味と香りの塊のような品種なんです。喉越しの良い庭地そば、すっきりし、ただしに少し辛みの効いた大根おろしのバランスが素晴らしい。辛みの効いたおろしそばと違い、すっきりしたおろしそばは女性の方に好かれる味かも。次は蕎麦の香りを楽しむざる蕎麦をいただきます。噛むほどに口の中に広がる蕎麦の香りがたまらない。福井県は在来種王国として日本のそば好きに注目される県になっているんです。3年連続そばの美味しい県に選ばれています。そんな中でも丸岡さんそば粉はそば好きにはたまらないそばなんです。優しい出汁と喉越しの良い二八そばは美味しかった。ごちそうさまでした。次に向かったのは蕎麦どころ丸岡さんの向かいにあるミルクハウスに来ました。ミルクハウスはミルクの風味が豊かなソフトクリームやパン、スイーツを提供するお店です。特にソフトクリームは種類が豊富で、どれも濃厚で美味しいと評判のお店です。
人気のロールケーキソフトを注文しました。丸岡さんコシヒカリの米粉で作ったもちもち食感のロールケーキに濃厚なソフトがトッキング、甘みを抑えており、すごく美味しい。店内にはジャズが流れ、ぬくもりある穏やかな空間で、牛乳屋さんだからできる味わいと贅沢なひとときを楽しめます。新規オープンしたそば処丸岡さんで美味しいそばを食べた後は濃厚ソフトをいただきませんか。最後までご視聴ありがとうございました。